ジオの季節。東京 FM からお送りしています。ジオンの季節。こんばんは、ジオンです。今週も12月7日に行われた、東京タワーでの、公開録音の模様をお届けします。今週はライブが、メインなんですけど、実は、ライブ最中に恋愛相談に答えるということにチャレンジしてみました。山本勝彦さんがゲストに出てきてくれたんですけど、面白い話もたくさん聞けて楽しかったです。皆さんこれから、楽しみにしてください。それではここでもう一人のゲストを、お呼びしたいと思います。山本さん、こんにちは。はい、山本さん、こんにちは。こんにちは。改めてご紹介します、私のデビューシングルの、最後のさよならから今日リリースした、フェイクと恋をしていたことまで、全部一緒にね。そうです、一緒に、はい、手掛けてくださった山本勝彦さんです。山本勝彦です、よろしくお願いします。そうなんですよ、今日はねリリース日ですから、特別にね一緒にライブをやりましょうっていうことで来てくれましたよ。めちゃめちゃ楽しみにしてて。本当ですか？東京タワー来るの10年ぶりぐらいなんですよ。おお。本当に、はい、高い。高いですね、はい、だから皆さんのテンションも高いですよ。若い。だって女子高生でしょ。ごめん、すごいですね、はい、あの写真撮影禁止がなんかもうなんかそういう話やめてくれみたいなテロップに見える。違う、だから若いって言ってるでしょ。だからその、はい、なんだろう、好きな人がいることから、うん、そういうあの山本さんが書いてくれたその曲をほら若い女性の方が、こんなおっさんが書いてるって思いたくなかった。あ、ごめんね、そんな。でも素敵じゃない？あれはでしょ。あ、本当ですか。あ、聞いてらっしゃいます、ありがとうございます。あのさっきのその、はい、恋こと、こういうことでしたっけ、はい、恋をしていたことを聞きながらすごいこうエピソードを思い出して。あ、ちょっと話してください。そう、なんか聞いてて僕がピクってなったのがあの2番の、はい、あなたがおじさんに、私その歌詞大好きです。おじいさんになっていて、あ、そうだ、がもともとおじさんだったんですよ。おじさんだったんですよ、おじいさんじゃなくて。なんかおじさんだったんですよ。そうですね、なんか結構この JY さんのジオンさんのスタッフはみんな女性の方なんですよね、うん、で僕がいつもなんか恋愛の歌詞のなんか元みたいなのをこう提案するんですけど、好きな人がいることもそういう部分があったので、ね、はい、ありましたね。でなんか恋愛ってこんな感じで書いたんですけど、ったらみんななんかはぁみたいな、違いますからみたいな、女性は違うんですみたいな、おじさんみたいな山本さんそれはないっすよ、おじさんは。そうだからね、一緒に相談してね、あんたじゃないかみたいな、今の素敵な歌詞になってる、はい、ってことなんですよ。いろいろそうやってあの皆さんのね、はい、でもなんかジオンちゃん以外も結構年配の女性の方が多いんですけれども、はい、うん、でもなんか一回否定されるんですよね、僕の恋愛感を、はい、で山本さん全然分かってないっすって。だからそれをほら一緒に作ってこのね、今のなんか皆さんが共感できるそういう歌詞になってるってことだね。そうですね、はい、ジオンさんの言葉で最後は等身大の恋愛の歌詞に、はい、どうですか今の私が歌った恋をしていたことは、うん、どういうこのなんだろう発想っていうか、ね、これでなんかこの曲思い出したみたいな、ビュって書いたみたいな、あれ結構もうパーって書いて、はい、あのドラマが最終回とかドラマとか 見ました好きな人がいることの、見ましたよ。あれの最終回のシーン覚えてます？最後のそのあのね、ミレイちゃんと、はい、あのそうですね、はい、ケント君のあの最後のシーンが、はい、多分あれクリスマスなんですよね、ニューヨークかどうかの、ね、はい、なんかその手をつなぎかけて終わるんでしょ、つないでか、なんかそこがすごい一番キュンとするポイントだなって、しかもなんかこう先に続くような、確かに続きどうなってんだろうみたいなところがあって、あの続きのストーリーをちょっとなんか一緒に書いてみたいなって思って、はい、なるほど、うん、でも曲だったらその具体的にどうなったとか、あの二人が今後ね結婚したとか、そこまで具体的なことじゃなくて想像する範囲で書けて、はいはいはい、なんかより一層、なるほど、ね、そうなんかいいストーリーになるんじゃないかなと思って続きを想定して、はい、クリスマス雰囲気になってるんですよね。クリスマスからまた来年に向けて、はい、皆さんがこうね、そうですね、思い出せるような曲になればと思って書きました、はい、もうすごく素敵な歌詞ですよ、はい、歌詞もそうですし、あとフェイクはどうですか。フェイクはもうだって3月ぐらいからね、そうですよね、結構前から準備して、ね、一緒にカラオケ行ったんですよ。そうなんです、羨ましいでしょ
一緒に行ったんですよ。もうね、全部歌う曲が十何曲歌ったんですけど、ほとんど百恵ちゃんと中森明菜なんですよ。だから結構自分が、まあ、言ってたじゃないですか、あの大好きで昭和歌謡が、そうそうそう、結構聞いてて、まあ、山本さんにも、まあ、こういう曲作ってくださいって私がねぜひね頼んだんですよ。僕もあのすごい大好きで、初めてその歌謡ポップスの曲を聴いたのが夢咲案内人の曲だった、はい、親父が CD 買ってきて、月夜の海、そうそうなんです、親父がもう、ジオンちゃんがその夢咲案内人をあの歌ってることにめちゃめちゃ感動して、はい、あの嬉しい、74歳のおじいちゃんなんですけども、僕の親父 LINE を始めて最近すごい なかなかなって LINE が送られてきて、もうすごいな、お父の好きな夢咲案内人まで歌ってんのか、もうすごいわ JF はJF は何でしたっけ、 JF って言ってんだっけ、 JF とかなんか純藤井ってやつだけど面白いわ、なんだろうな、まあ面白いですね。でも親父もね、はい、喜んでくれたと、喜んでるし好きな人がいること歌えるんです。すごい、ちょっと長くなりすぎたんで、そろそろこの曲のイメージも壊れちゃうんでこの辺にします。次はですね、まあ、これは恋をしていたことの収録曲にもなってるんですけどね、はい、そうですね、あのこの曲結構こだわってましたもんね、山本さんどうですか。こだわってましたよ、あのちょっと恥ずかしいんですけど、すごいこれもマイスタンダード、皆さん聞いてますか。ラジオではね、ジオンの季節では何回もあのかけたことはあるんですけど、うん、これすごいジオンちゃんが気に入ってくれて、そう、ね、大好きです、やろうやろうって言っててやってた曲で、はい、でもすごいもうピュアな勇気のない女の子の恋愛心を歌った曲なんですけれども、はい、ね、まあ、好きな人がいることのあの女の子よりもっと、うん、もっとこうピュアな感じですよね。そうなんですよ、はい、それでは皆さん聞いてください、はい、マイスタンダード。マイスタンダードでした。今日初ライブでしたね、この曲は。とってもなんだろう、ピュアなね、女の子の心の気持ちが入ってるんですけど、はい、まあ皆さんお家に帰ってまた改めてね聞いて思い出してほしいですね。はい、いい曲ですね。はい、ありがとうございます。さて、12月に入ってですね、クリスマスも近づいてきたじゃないですか、はい、この間山本さんが来てくれたジオの季節でも恋愛相談をやったの覚えてますか。そうなんですよ。でも最近ね、はい、年末になってどんどん増えてきたんですよ。相談があってことですか。そうなんですよ、恋愛相談が。あ、やっぱりでもクリスマスの時はね、はい、いろいろセンチメンタルになりますよね。だから今日もね、うん、ぜひあの一緒にあの相談を乗ってほしいなと思って、ちょっとだからちょっと相談相手の方とかここにいたりするかもしれないってことですか。いるかもしれないし、いないかもしれないです。だからちょっと真剣に紹介していきたいと思います。ちょっと一回切り替えます。僕はい、聞いてください、はい、北海道のラジオネーム、マナスンさんからです。21歳です。21歳、相談です。私には、付き合って2年半の彼氏がいるのですが、出かけた時など、手をつないでくれません。つなごうと言っても、人がいるから無理って言われてしまいます。2年半ですか。はい、聞いてください、まだ終わってないので今までつないでなかったので、恥ずかしいのですが手をつなぎたいです。どうすればいいですか、助けてくださいというメッセージでした。だから男心がわからないから、私は今山本さんに聞きたいわけですよ。なんでつながないんですか。分かる方います。なんでですかね。多分
だから出かけた時です。出かけた時。あ、外で。はい、外で。だから外で手をつなぐのが人がいる、たくさんいるから無理って言われてる。あの山崎賢人君みたいなのちょっとツンツンした感じなんじゃないの。あ、ツンデレかな。気持ちわかりますよ。なんかそうなんですよ。何かが壊れてしまうってマイスタンダードですよ。その一線を超えたら。いやでも私でもわかんないけど、うん、このマナスオンさんが手をつなぎたいってはっきり言った方がいいと思う。あ、どう。そうですね。で、多分僕嬉しいのは北海道でしょ。寒いじゃないですか、はい、なんかこの服の裾とかを最初はこう持ってくれて、なんか知らんけどここを持ってるっていう、はいはい、手のね、なんかそう。でも袖のとこね、つなぎたいって気持ちがすごい伝わってくるじゃないですか。こういうこと、こういうこと、こうやって引っ張って、嫁に怒られるね。でこうやって引っ張って、そう、なんかちょっとつなごうよって。ちょっと引っ張りすぎ。ごめんごめん。こうやって歩いてるとちょっとなんか持ってると、こうやって、うん、はい、持ってると言ったら、そしたらなんかその気持ちが、はい、その この子のその手をちゃんとつないであげなきゃっていう気持ちに男性はなってきますよね。なってくる、なるんです。僕はなります。であんまりなんかガツガツ、うん、そんなつないでよって言われたら、もうじゃあ分かるよ分かるよ。なんか違う。そんな強引に来るならもう別れようかな。それはない。ない。やばい。そんな男嫌だ。すごい怒ってる女子高生が。そうでしょ。嫌でしょ。そうですね。ちょっとまあ話がもう続かないのでもうどうしよう。マナスムさん。相談だから分かった。分かった。もうマナスムさん。私はですよ、うん。正直に言った方がいい。あ、正直っていうかもうはっきりつなごようって。2年半も付き合って外で。手もつながないのって何なのって。それで私はそうしたい。そうさせて、つなぎましょう。つなぎましょう、ね、つなぎたいもんね。そうですね。それがいいと思います。だからもしこのねマナスンさんの彼氏が今この番組を聞いてたら、うん、はいはいはい、マナスンさんの気持ちをよくね分かるんじゃないかな。 ここまでね相談するくらい悩んでるわけじゃないですか、うんうん、彼女は、ね、だから今度あの僕から手をつなごうってなるんじゃない、うん、なんでドキッとしてるの。なんで。いいっすね。いいでしょ。いいですね。いいでしょ。しかも北海道だし、なんかこう手袋をしてね。そうなんですよ。その手袋を外すわけですよ、はい、手をつなぐために。はい、あ、なんか曲できそうですね、また来年も。そうなんですね。だそういう曲もまたやりましょうよ、うん、はい、皆さんそれではここでですね、今恋をしている、またこれから恋をする、皆さんへの、この曲を送りたいと思います、はい、好きな人がいることのですねスローバージョンです、はい、聴いてください。ございました。ジオの季節公開録音 in 東京タワー、楽しんでいただけましたか、東京タワー大展望台で、皆さんにお会いできて本当に嬉しかったです。あと皆さんの前でねあんな近くでライブもあのやったんですけど、まあちょっと最初ちょっと緊張したんですけど、まあでも皆さんがこうじーっとこう聞いてくれた感じが私にも伝わって、とってもあのいい思い出になりました。ありがとうございます、今回の公開録音も大成功だと思います、また来年3回目が、開催できるといいなと思ってます、来てくれた皆さん本当にありがとうございました、来れなかった方は、今度ねぜひ、来れたらいいなと思います。来週はですねあっという間にもう年内最後の、放送となります、ということはですよ、ジャーノンフィクション2016も最終回ですね。
皆さんも今年起こったニュースどんどん送ってください。もう最後ですからね。それでは皆さんまた来週水曜日夜9時15分にお会いしましょう。ジオンでした。あ、最後にメリークリスマス、素敵なクリスマスを過ごしてくださいね。